とということで今回はですね「チュビリアンが大好きなディズニー映画を例のあれを,を、ね、何度も見に行ってんだろ3回ぐらいそれは、ね、その字幕バージョンとなんか吹き替えバージョンみたいなやつそうそう字幕1回吹き替え2回っすやっぱだいぶ違うのうやっぱりなんか今回は吹き替えがすごい良かったっていうまあねみんなそれを言うよね 別にその字幕が悪いとかじゃなくってでも字幕って結局やっぱ読まなきゃいけない分目で追っちゃうから、ね、目で追うから映像がちゃんと見れない、うん、まあリラックスして見れない、ね、そうそうそうだからっていうのもあるけど吹き替え良かったっすなんかさあのあれどう思います いや俺はさ、その、映画をまだ見に行ってないので、うん、見てないし、あんまディズニー映画自体見ねえからさ、全然このピンとこないんだけど、うーん、なんか難しい問題だよな。私は歌いたくない。あ、歌いたくないんだ。え なんでみんなで歌わなきゃいけないのってなっちゃう。<laughs> <laughs> だからそういう客がいるから問題になったわけだろう。その、そういう人とそうじゃなくて、その、え、歌うはずじゃないのっていうお客さんと、うん、え、歌っちゃうんだっていうので、うん、ちょっとこう、トラブルがあったわけでしょあ,あったんですかなんだ、歌ってんじゃねえみたいな風にやじ言われたりとかっていうことがあったわけでしょう知らない人は。歌う雰囲気じゃないみたいな。<laughs> もうなんかだから歌う回、 歌わない回。うん、で、会場も分けちゃえばいいんですよね。多分分かれてるはずなんですけど、歌うそれともあれかね上映時間によってなってたのかね、うん、わかんないけど。その、だから、告知がうまくいってなかったっていう問題もあるみたい。うん、知らない人が入っちゃうじゃん。うん、歌う回でも。うん そうなると、フラッシュモブみたいな感じに思っちゃうわな。え、でもなんか歌、歌、歌わなくていいよって思っちゃう。勝手に個人で、カラオケで歌えばいいじゃん。<laughs> 家、家とか。わかんねえけどなでもアメリカとかだと歌ったりするんだろう、やっぱり。わかんない。なんかすげえお客さんが自発的にいろいろ行動を起こすみたいだけどな。だってせっかくいい曲なのに、観客の声で台無しですわ。うん って思うな。歌いたいならカラオケ行けばいいと思う。俺は全然この問題に関してはわかんないね。私はなしでいいと思います。あの企画は。で、まあさ、確かにあれをその歌って動画アップしてる人も多いじゃん。うん、あの映像に合わせてとかさ。だからやっぱりやりたがる人がいるってことはわかるよな。それはやりたいですよ。 別にとかだだったらありだろううそうそそ私は YouTube に上げたいし、うん、カラオケでも歌うしなんなら今そのカラオケでそのアンナと雪の女王の主題歌を歌って応募すると、うん、カラオケのガイドボーカルに。 してもらえるるよよみたいな企画があ,る画があるんですよそういうのは面白いなって思うしういいと思うんですけど、うん、会場でみんなで合唱しなくてもって思っちゃって <laughs> まあ結局それにはじゃあ行かなかったわけだうん行きたいと思わなかったうんう何が楽しいんだろうかと思って。 いや、実際なんか盛り上がんなかったって言われてるもんね。あ、そうなんだ。だから結局その、あんまりみんながこう、行かなかったんじゃないうん。それを楽しみで来たんだけど、周りが歌ってねえから、あれなんか歌っちゃいっぱいけねえのかなみたいな。 っていう雰囲気になったみたいだけど、ね。少なかったら歌うの恥ずかしすぎますしね。なあ。うん。それは本当そうだよな。自分の声聞こえるし。ああ、あのー、カラオケボックスだったらカラオケ歌えるけど、スナックでカラオケ歌うのってめっちゃ勇気いるんだよ。<laughs> 俺何回かあるけど。<laughs> <laughs> だって知らねえ客がいいんだよ。私,私歌わされる側だもんだって。あるだろ、でも。前の社長にありましたよ。連れて帰って歌わされた。<laughs> そのパターンもあるけどな。そのパターンってそのうちの会社だったパターンもあるよな。<laughs> まあ、うん、K 社長は <laughs>、K 社長はノリノリで歌える人なんだよ。 だそれに付き合わされるんですよ。結局、VIP <ー>ルームのカラオケのとこ連れていかれて、歌わされて、<laughs> そしたらお姉ちゃんたちに、え上手とか言われて、当たり前だろと思いながら <laughs>、<laughs> <laughs> あなたたちより練習してんのよと思って。だそれのでっかい版ってことじゃん。うん 新んお客さんがいるところでなんとなく歌うっていうな超怖もての人の隣で歌いましたよ私超怖かった <laughs> <laughs> ああいうの <laughs> ほんとなでまた歌わざるを得ない空気になるじゃんそうそう順番が回ってきてしかもねお,<ん>お姉ちゃんがね 誕生日だったんですよ。ああ、そういうのなそうで、その時にどれ歌おう、どれ歌おうと思うよなで、誕生日の歌歌ってって言われるわけですよ。うん、わ <laughs> <laughs> かるわ。超嫌だった。超嫌だ、思い出すだけでも。何を歌ったの、その時は。何歌ったかなただのハッピーバースデーみたいなやつです多分、コ田ダの曲歌ったんじゃないですかね。あ、まあ、それっぽいなこれっぽい感じの。その雰囲気に合わせて。そう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 。はぁ<ー>。あー ああいうの嫌と思ってそういうのはあるわな。若い子のスナックとかだとまあそれもあるし、おっさんばっかりのとこだったらやっぱ、こう演歌歌わなきゃまずい雰囲気だなっていうのもあるんだよね。<laughs> 結局やっぱりお客を見ちゃうわけだよ。<laughs> まあ確かに。ここで全然さ、場にそぐわないようなアニソンとか歌ったら絶対ダメじゃん。<laughs> まあね。でもなんかこう、80年代とかそこら辺歌っときゃいいんじゃないんですかね。 それはだからさその人自身にキャパがあればそれができるけどさ空気が読める人間はそれができるけど多分ね空気で読めない人間は自分の歌いたい歌を歌っちゃうんじゃないあ確かにそそれれはそうかもしれない、ね、で「んだこいつ」って「なんだこいつって」<laughs> なんだこいつってもう失礼な話だけどさ <laughs> 私も一旦おかまバーに行った時にあ<ー>まあ歌わされるわけなんですけどまあやっぱそう見ますよねねお客さん見るよね、うん たまに悲しい色屋ねとか歌います。<laughs> スナックだな。<laughs> 高人さんとかな。そうそうそう悲しい色屋ねはいいですよ。上田さん。上田さんだあの辺で全部あの辺じゃん。うう今日かっこいいと思。<laughs> にじめバーチの日よみたいな。<laughs> 酒と女と何がだっけあれ、ね。あれはもう定番。ですよね超定番じゃん。なんで,ですよ、ね。そう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 。あともう一つね、時代遅れって曲もすげえいい曲なん。ああ、それなんか聞いたことあるかも。結構有名なやつなんだよ。まあ、その辺を、そのポイントとして覚えておけば。歌の上手い下手にかかわらず、その選曲できるじゃない。でもそれがねえとさ。そう。空気読めない子みたいにな,るない。空気読めない子みたいな。<laughs> <laughs> 急にエグザイルとか歌い出したらおかしいじゃん。あ,あれきついわ <laughs> 私。 <laughs> それきついもライジングさんみたいなに急に歌いだしたらおかしいじゃん <laughs> そう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 そ,うその場では、うん、それが別にさカラオケボックスとかそれこそ結婚式の二次会みたいな場だったらいいよいいいいでもさ、まあ、だいぶ話そろえてたけど <laughs> <laughs> 今でもどうなんだろうな。スナックででも、アナの曲歌う人もいないんだろうな。アナでもどうかななんか、そのランキングには入ってるわけじゃないですか。でも、おじいさんおばあさん歌う感じじゃないでしょ。おじいさんおばあさんは違うかもね。やっぱ演歌だろうからね。でも演歌はさすがにわかるのと、わかるのし少ないですよ、私。演歌はなだって自分が入り込めないんだもん。うん<ー>。いいと思って覚えたことがない。 だから何曲か覚えとくと便利なんだよね。あ、でも私、それで言うと、うん、デュエットソングだとロンリーチャップリンとかだった <laughs> ロンリーチャップリン超定番じゃん。そうそうめっちゃ定番。<laughs> あスナックソングとか。そう、スナックソング。 <laughs> 今日は渋あれだな鈴木の姉ちゃんが歌ってるパターンの曲は全部それでいけるよなそうそうそうなんですよあそこまでだったらいけるだろうなうその年齢の幅の広さ的には若い子も知ってるしそう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 、うん あとはもう安全地帯とかに行きますかね、私は。安全地帯か安全地帯も昔の曲はな。そうそう、昔の。うてててぃててててててとかめっちゃいい曲ですよね、この間聴いたけど。ワインレッドうん。泣かないでああ、はい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 。へんへんってやつ。 マインデットはもう定番ですよ。今以上ですよね。<laughs> <laughs> それ以上ですよ。うん、そうそうそう。今のあの人はちょっとおかしなことになっちゃったけど。<laughs> でもね、し悲しいんですよ。悔しいんだけど、歌めっちゃうまいんですよ、<laughs> みんな言うよね。悔しすぎる。みんなその、まあ、ライブ見た人なんかもそうだけど、ものすごいうまいんだってね、うん。すっごい歌う。 まあだから、いわゆる天才タイプの人なんだよね。うん、まあ破天荒だし。安全地帯時代の曲も当然いいけどさ。ソロになってからほら、田園とかさ、うんうん、ヒットしたじゃ園もいい曲だもんね。<laughs> いや、玉木はすごいなと。あ、そのだから。ミステしちゃった。<laughs> 玉木玉。玉木はね。<laughs> なんで、青田さんと結婚したんだろうってう、<laughs> ほんと不思議だけどね。不思議だし、不思議だし、やっぱ人間的には、好きではないんですよ、多分私は。ああ、そうだろうね。うん、<ー>うわって思うけど。みんなちょっとさ、忘れちゃってるけど、昔はだって薬師丸ひろこと結婚してたんだよね。 その頃ってさ、そんなになんかあんなカメラの前でキスしたりするようなキャラじゃなかったよなと思うんだけどね。どこかでなんか土地狂っちゃったんですよね。<laughs> それか元々あ、もともと、そうだったかうん。本当だったか。本当だったか。まあでもその可能性はあ,かあるよな。うん、でもなーすげえわ。超悔しいわ。そうだなある人が言ってたけど、長渕かっつってたわな。<laughs> なんか私長、長渕。 ね、でも長渕さんも昔はめめしいやつでしょうう女性目線の曲とか歌ってたんだよじ子でしたじゅもそうだけど昔の乾杯だってあんななんかすげえわあみたいなんじゃないんだよもっとすげえしんみりした乾杯っていう感じの曲でそれこそ結婚式とかで定番だったけど今はねもうマッチョだもんねあれなんなんだろう肩組んでこうやる感じ <laughs> なっちゃったねそれもそうだしな,なんで長渕さん自体が筋肉鍛えてんのかもよくわかんねえなよ <laughs> あとね、歌がう、うまいあの人。あのね、実はギターがめちゃくちゃうまいんだって。へー。あ、そうなんだ。イメージないよね。ない。その長渕さんがギターがうまいってイメージはねえけれど、あう、あうって言ってる感じのイメージしかない。だからそっちが強いからね。<laughs> でもギターはすげえうまいって言ってたよ。へー、そりゃあすごい。前一緒に友達やってたやつは長渕好きだったから、あの、高峰っていうメーカーのギターなのかな、うん、結構高いやつ。買ってて。うん もともとね、アコギでフォークの人だからね、そういうのは、まあ今の長渕さんからは全く想像つかないけれど。うん、うん。俺もちょっと今のは苦手だね、正直。ファンには悪いけど。<laughs> ファンいっぱいいますからね。ファンは多いよ。ファンは多いけど、私も苦手です。昔のが好きだった。昔のもそんな知らないけど。ほん <laughs> とね、ドラマ、まあトンボとかな、うん、あの辺で買っちゃったんかもな。トンボとかめちゃくちゃ見てたけど。 <laughs> ヤクザ役ねやっててよく長渕聞くとあ,あ知らない知らないだから俺らの世代ってその長渕さんがフォークをやってたっていうより、まあ、ドラマのやってて <laughs> 部下があれで相川翔だよへ<ー>そのだからそのコンビのイメージが超強いん <laughs> 長渕がヤクザでそのヤクザの子分で相川翔がいてっていうパターンがすげえあったの あとまあそのもうちょい昔だと長渕さんが家庭教師の役でええー、親子家庭なんとかジグザグ親子ゲームとはそしたけどなんかそんなのがあって、うんうん、それもめちゃくちゃ面白かったんだよね全然俳優をやってることすら知らない本当にとんぼとか超ヒットしたぞへえ すいまあ。歌はありますよ。ああ<ー>。そうそう,そう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 。幸せの、とんぼの曲はでも有名だな。うん。曲は知ってる。うん。でもまあ、そうだな。あの辺からキャラが変わったわな。<laughs> うん。なんかね、フォークって、うん、すっごい、私、苦手分野かもしれない。さだまさしとかうん。今でも NHK でよくやってるけどな。 どっちかっていうとさっきのカナシロヤネとかなんかブルースっぽいあ。あ、はあ、いはい、わかるわかる。うん。ああいう方が好きです。ムード歌謡とか。ブルースっぽい方がまだ好き。そうそうそう。なんかフォークってちょっと。めっちゃ好きやねんとかのが好きなんだろうーん。<laughs> あれ違うんかよ。い <laughs> や <laughs> もうあのしっとりカラオケでも大阪がの夜が流れるようなう<ー>。<laughs> あ、恋の街札幌とかも好きですね。なんかそういうこう、何 <laughs> だろうな、なんかな、わかります大人な感じの曲が好きで。ああ、まあね。あもう、感想でサックス入っちゃうような。<laughs> あんまりだから最近は見ねえよな。見ない。だから昔の曲聴いてとかありますけど、<ー>悲しい色やねは本当好きで。カダンとかな、昔だったら。夕花壇。あの、すっげえ渋い声。聞いてみよう。 そのそうだ確かにさブルースのは感じだよなそう<ー>そっちの方が好きかな,なんかフォークはちょっと入り込めないというボロとかないるよなでもあんま今はそういうのは聞かねえわな聞かないなんか今やったら面白いのかなとか思ったりもしますけどねだからさその女性の R&B っていうのは一時期すげえ流行ったじゃんうんうんうん、うん、でもあんまああっちの R&B とブルースってやっぱちょっと違うじゃん違う R&B やっぱね、リズムブルースで、しかも解釈が違っててさ。うん 和田アキコが言う R&B と今の子が言う R&B って全然違うじゃん,ん。全然違う。和田アキコが言ってんだら HR ズとかそっちじゃん。でも今は、なんだろうね、アメリカのそういうさ、ちょっとこうヒップホップ入った感じのやつじゃない。ジャンルとしては一括りにされちゃうかもしれないけど違うんだろうね。うん、違うと思う。一時期なぁ、ほんと誰も賢く、かしこが R&B やってたもんね。 ちょっとあそこまで行くと飽きるわな飽きる。飽きるし、やっぱ違うんですよね。ちなみにスティービー・ワンダーはど、どれになるいや、R&B だと思うけれど、いわゆる今の R&B とは違うよね。違う。だから私の R&B はスティービー・ワンダーです、多分。ちょっとで、スティービー・ワンダーだと、フュージョンっぽい。そう、フュージョンもあるからね。テクニック的なもんがあるからね。マイ・シェリー・アモーとかめっちゃ好きです。うん<ー>、ふん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 、とか。